こんにちは、藤田です。今回はお申し込み方法が用意されていないと絶対に売れないという話をしていきたいと思います。もしですね、あなたが他人の役に立てるスキルを持っているのにそれを放置しているとすれば非常にもったいないと思います。放置しているっていう意味はですね、必要な人がですねそれを買おうとしても買える状態になっていないということです。実は世の中にはですね、あなたに仕事をしてもらいたいと思っている人は一定数必ずいます。ただお申し込み方法がですね用意されていないと頼みようがないということです。はい、今回の動画でお伝えする内容です。申し込めない状態ではもったいない。最低限の LP なら作るのは簡単。感性に従ってコンテンツを増やす。こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと後から探しやすいかと思います。私のことご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと言っても倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして15年ほどやってこっております。現在は契約とオンラインコンサルとして出ていっています。よろしくお願いします。はい、申し込めない状態ではもったいないということで、自分のスキルで稼ぎたいと思っているけど何をすればいいかわからないとおっしゃる方はですね多いんですけど、こういったお考えの方にはですね、今まで私はずっと同じことをお伝えしてきており、解決策はですねランディングページを作ればいいっていうふうにお伝えしています。ただ実際にはですね、成功法でやると手間がかかってなかなか作れないのが現実なんですね。成功法っていうのはですね、私がこちらの動画シリーズでですね、詳しくご紹介しているですね、ランディングページの作り方の手順に沿った方法ですね。動画の説明欄に貼り付けておりますので、後から見てください。この方法でやればですね、素晴らしい LP が作れます。それ以前にですね、ご自身に足りないことがですね、わかるなどですね、自らの棚卸し作業までできてしまうんですね。これから副業などでですね、起業してですね、何十万円も広告を使ってですね、勝負するおつもりならですね、手を抜かずにですね、この方法でじっくりですね、作り込みをしていただきたいです。逆に言うと、この成功法はですね、時間とエネルギーがですね、共にですね、必要ですので、非常に手間がかかるんですね。ただ、だからといって先延ばしにしてですね、何も用意していないのですね、あまりにももったいないと思うんですよ。そこで、まずはですね、ごくシンプルに作って、とりあえずですね、申し込みが可能な状態の LP を用意しておくという手があります。ぜひですね、これをですね、すぐに実行してほしいんですね。LP に最低限必要なものをですね、お申し込み方法です。例えばですね、フォームとか、電話番号とか、LINE とかですね、そういうものですね。これがないと申し込みのしようがないので絶対に売れません。はい、最低限の LP なら作るのは簡単ということで、極論ですね、LP のコンテンツとしてはですね、サービス内容の紹介とお申し込み方法があればいいです。もしですね、そのサービスをですね、本当に欲しい人がいればですね、サービス内容だけで問い合わせが来る可能性もあるんですね。それとですね、例えばその地方でそのサービスをやっているのが唯一そこだけといったような理由で、選択肢がなくですね、問い合わせが来るっていうこともですね、よくあるパターンです。で、こういったパターンというかケースはですね、他にもいろいろ考えられるんですけど、基本はですね、売り手側としてはですね、予想ができないことが多いんですね。こんなことで問い合わせ来るんだっていうことがですね、結構あるんですね。これがですね、ある意味ではですね、ネット集客の面白いところなんです。そこでですね、まず最低限することとしてですね、コンセプトを明確にしてですね、誰のための、そしてですね、その人がどうなる商品サービスなのかというのをですね、明確にしておくということです。相当横着に聞こえるかもしれませんけど、最初はこれだけでもですね、お申し込み方法が全くないよりもですね、何倍もいいです。しかもですね、これだけでもですね、売れるまでいかなくてもですね、お問い合わせが来る可能性は十分にあるんです。ですので、LP として完成させて、公開して、申し込み手順を試して、ちゃんと動作することをですね、確認しておくということですね。次にですね、勢いでやっていただきたいことがあるんですけど、それはですね、複数の LP を並列で立ち上げるっていう作業です。同じ商品サービスでもコンセプトを複数作れる場合はですね、その分だけ LP を作るっていうことなんですね。これはですね、平たく言うとですね、自分にできることを切り口を変えて伝えるっていうことです。同じ商品サービスでも切り口を変えるとですね、リーチできるターゲットが増えるんですね。例えば、
脱毛器っていう商品ありますけど、これはですね、若い男性、若い女性はもちろんですけど、高齢者の介護者にもですね、売れるんですね。まあ、若い男性はですね、清潔感を出すため、若い女性はですね、普段のお手入れですよね。そしてですね、高齢者介護者の場合はですね、お世話されてますよね。その下の世話の際のですね、清潔さを保つっていうことができるんですよね。介護者の場合はですね、清潔感ではなくですね、実際に清潔にできることがですね、コンセプトになるんです。ターゲットが違えばですね、コンセプトも全く違うっていうことがですね、お分かりになると思います。ところがですね、これらのことをですね、一つの LP にまとめてしまうと、コンセプトがぼやけてですね、どのターゲットにも響きにくくなるんですね。逆に、面倒でもですね、分けておくと、受けてターゲットはですね、自分のための商品ということがですね、明確にわかるんです。もちろんいくつも LP を作るのはですね、大変なんですけど、最初はですね、手間をかける必要はなくてですね、ターゲットごとのコンセプトを明確にしてですね、誰のための、そしてその人がどうなる商品サービスなのかを明確にしておくだけで OK なんです。ですので、ぜひこれもですね、勢いでやっていただくといいと思います。そしてですね、次の段階に移ります。はい、感性に従ってコンテンツを増やすっていうことで、ただシンプルなままで放置していてもですね、上がり目がないので、まあ、LP という器ができたらですね、マイペースでいいのでコンテンツを追加していきたいところです。まあ、コンテンツっていうのは LP を構成するパーツのことですが、まあ、先ほど今までご紹介してきたですね、商品サービスのコンセプトもその一つですね。そしてこの LP の作り方動画で必要となるですね、具体的なパーツとですね、そのテクニックについてはですね、詳しくお伝えしているんですけど、これらの作成にはですね、まあ、リサーチが必要だったりですね、準備するまでにですね、結構時間がかかるですね、パーツもあるんですね。で、ここでまた手が止まってしまう可能性があるんですね。で、それを避けてほしいという意味でもですね、おすすめの方法としてはですね、すぐにあなたがですね、感性に従ってアウトプットできる文章をですね、コンテンツとして追加するということなんですね。これはですね、わかりやすく言うとですね、ターゲットの方にですね、伝えたい自然と出てくるメッセージですね。これならですね、無理がないどころかですね、積極的に楽しんでアウトプットできると思います。そしてですね、コンテンツがですね、多くなればなるほど、Google なんかのですね、検索でヒットしやすくなります。またですね、あなたが感性に従って作った文章に共感してですね、反応してくれる人もですね、割合もですね、増えてくるんですね。最終的にはですね、集約率を上げるためにテクニックも入れてほしいんですけど、まずはですね、手が止まってしまうぐらいならですね、やらなくていいと思うんですね。まあ、最初の話に戻りますけど、申し込み方法がですね、用意されてないとですね、絶対に売れないんです。そしてですね、おそらくですが、感性に従ってですね、コンテンツをですね、出し尽くすことができれば、必ずですね、欲が出てですね、もっと売りたくなってくると思うんですね。まあ、その際はですね、アクセスを増やすために広告を使うとですね、いいかもしれないですね。で、広告を使うとなるとですね、ある程度ですね、制約率がないと赤字になりますから、そこでその時に初めて、テクニックをですね、駆使するために、この動画を見てですね、LP の作り方をですね、見直してもらって、必要なパーツをですね、追加してみてください。まあ、焦る必要もないですし、まあ、極端に言えばやらなくてもいいと思いますけど、まあ、個人的にはですね、最終的にはそこまでやってもらいたいですし、そこまでいけばですね、高確率でですね、たくさん売れるようになると思います。はい、今回は以上です。今回の内容、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらからもご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。